おお、いいサイズ、いいサイズです。でか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 。はい、どうも、エナジーフタです。今日はモンベルの帽子、新しいやつに交換しました。買い替えました。はい。前のがね、結構日焼けしてたんで、はい。そして今日はなんと、ベイトリールなしです。まあ、前回の動画見てもらった方はやったらわかると思うんですけど、ハンドルね、取れちゃって直す暇なかったんで、そのまま来ました。そして、巻いてる P ラインが結構よれ出したんで、このオートアランドのよりトレール、これでちょっと数等します。フルキャストして、はい、あともう巻いてくる、まあ、これだけで、まあ、PE のよれって結構しぶといんですけど、これ 2,3 回やれば、まあ、ある程度取れるんで、まあ、ちょいちょい投げるのがおすすめです。はい、3回投げておきましょうか、念のため。はい、投げて巻く。はい、ということで今日はスピニングオンリーで、まあ、多分使うのもメタルぐらいだと思うんですけど、ちょっとメタルで釣りやすい場所を探していこうかなって感じでやっていきます。手袋してると結びづらいですよね。あと今日朝、初めてマンションに雪が降りました。ベランダに結構積もってて、あー冬が来たって感じですね。やっとちゃんと冷え込みが来たんだっていう気がしてました。でもね、そんな中でも釣りに行くのが釣りバカだと思うんで。でもね、言うほど寒くないんですよね。意外とあったかいっていうか、まあまあワークマンの今日も来てるんですけど、そのせいかあったかいっすね。はい、やっていきます。はい、ちょっと暑いんで上着脱ぎました。しばらく、まあ、パーカーとヒーターベストでやっていきます。これね、やるとちょっと画面が明るくなるんで、赤くなるんですよね。あんまり単品で使うのは向いてない。手堅くね、釣れると思ったんですけど全然反応なしです、今のとこ。おかしいな。ここで釣って調子よくいろんなとこ行きたかったんですけどね、ダメかも、雪のせいかな。はい、ちょっと移動、風が当たらんようなとこネチネチ行きましょうか。ちょっとね、ポイント絞らないといけないんですけど、わかんないさっきのとこで釣れると思ったんですけどね、ダメでした。で、こうやって日陰に入るとめっちゃ寒いですね。今ちょっとパーカーやってるんですけど、寒い。日向やったらまあ足なんですけど、なんか寒いようで寒くない、なんかそんな感じ。はい、広範囲探りたいっていうのと、まあ、なんかね、さっきベイトっぽいの見えたんで、なんか見えたっていうかポチャってしたような気がしたんで、ちょっとこいつ使ってみます。まあ、スピニング M なんでやりやすいはず。でダウズ微動自体も巻き抵抗少ないんで、あ、うん、いけるいける。普通のスピニングやったらちょっと危なかったかも、できなかったかも。なんか変な風の流れでアクションがしづらい。鳥はいるんですけどね、ここじゃないんかな、ここはもうダメなんかな。なんかね、水門工事してるんで、あんまり水も入ってきてないような気がするんですよ、流れてないような、前と比べて。でもね、なんか温まりそうな気がするんで、ちょっと合いそうな気したりもしてやってきたんですけど、反応なしです。はい、結局ここに戻ってくるっていうね。ここはね、ちょうど風なくて釣りやすいんですよね。やっていきます。来た、いいサイズか、これは。おお、突然やった。おお、いいサイズ、いいサイズです。でか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 、びっくりした。元気元気。あれあれあれ、にごいさんでした。くそー、でかいと思ったのにな。ちょっとドラグ調整させてもらっとこう。よし、久しぶりのランティングネット。あ、ちょっと足りんかった入って入って、よしうまく使えない OK、 よいしょ、はい、
これ前注意されたんやけどな、あんま斜めにするなっていう。練習やってきました。待って、ラインがいろんなところに絡まってる。久々の濁い、やっぱ口が気持ち悪い、うんこしてる。待って、怖い、うんこついた。しかもそっち向けじゃない、そっち、こっち、違う。フィッシュグリップ。どこに濁い口つかめた？ああ、目がかり返す気がちょっともう。早く。魚にも悪いけど。どういう絡み方してる？よし。あ、やばい、ネットにかかった。濁いって口がどこにあるかわからん。よし、暴れんなよ。絶対暴れんなよ。外してあげるから。暴れんかったらすぐない。暴れるから時間がかかる。なんだこのぬめぬめ。じゃあ、ありがとうね。よっしゃ。よっしゃか知らんけど。変な汗かいた。なんか、現場が荒れてる。ああ。めっちゃぬめぬめ、ほら。うわぁ。こっからの後処理が大変。こいつも洗いたいな。ちょっとぬめってる。臭いんかな。あ、匂いはマシ。一応ちょっとここで乾かして、ぬめらんように。はい。で、回収機も直して、久々に濁い触ったし。2年ぶりとかじゃない。うん、そんな感じかも。でもちょっと、楽しかったからいいか。楽しかった。でかいの来たと思ったけど、全然でした。すぐフック外せてよかった。ネットぬめったから洗っとく。よいしょ。こんなもんでいいか。よーし。あ、そうそう、うんこもついてたし。やだやだ。はい、再開。バスにしてほしいな。でも、濁いるとこは、僕個人的にはバスもいるんですよね。濁いの中に、僕は濁いですよって感じのバスがいるんで、ありかも。まあ、今日はここで粘るかな。バス連れてないけど、濁いだけやけど。これも外れて。危な。ちょっと、定期的にチェックしないと危ないかも。カチャンって言ったから今気づいたけど、言ってなかったら。ごめんくさす。はい、粘りすぎました。暗くなってきたんで、今日はお帰りたいと思います。よかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。